今回初めてお見せてくれるのは福岡県粕屋郡の古賀義臣くん1歳。古賀家の次男として生まれ、やんちゃで陽気な男の子です。そんな義臣くんが今回初めて体験したのは初めての居眠り。ゆらゆら揺れるおもちゃに初めて乗った義臣くん。その揺れが心地よくて、なんだか眠たくなってきた。あれ、僕寝てないよ。寝てないもん。僕なんかおかしなことした？寝てないからね。寝てないってば。寝てないの。寝てない。眠くない。眠くない。眠気には勝てない義臣くんでした。これからもたくさんの体験が始まるね。初めてを体験するお子様を紹介しませんか？詳しくは桃地浜ストアで検索してください。